はいどうも皆さん、こんにちは。ゴールデンウィークの後半が始まって、嬉しい人は来よか。で、どうでもいいんですけど、買わないでおこうと思っていた音ゲーパスをビリー・アイリッシュの限定スタイルにつられて、昨晩買ってしまったんですが、僕はジャムトラックをあんまり持っていなくて、今後チャレンジを強要される際に結構使うだろうなと思って、わざわざ4曲くらい買ったんですよ。ただ、なんとこの音ゲーパス、1レベルを 150Bバックスで買えるので、つまり 1500Bバックスあれば、音ゲーモードのプレイを強要されなくても、報酬レーンの最後までいけたということで、ジャムトラックを買わずに、こっちを買っておけばよかったです。マジで損をしました。ただ音ゲーモードはジャムセッションでの放置で1日400ポイント稼げるっぽいので、まあ音ゲーをプレイしなくても約1ヶ月あれば放置だけでも報酬レーンの最後までいけます。ただ放置対策をされていて、150秒ごとに1回ゲームに触れて楽器を持ち直したりしないと脳幹になります。まあビリーの限定スタイルが欲しい人は参考にしてみてください。そんなわけでいつも通りやっていくんですけど、今日のショップには特に新しいアイテムや珍しいアイテムも再販が来ていません。でそれを見た海外勢が、今日のアイテムショップはクソだと離席中エモートのコラ画像を作って投稿していました。ただこの画像にある通り、222日から183日ぶりに再販されたアイテムが多くあるので、ショップでアイテムを購入する際は忘れずにクリエイタースポート SHPO もよろしくお願いします。これは2週間に1回無効になってしまうので、その都度お願いします。で今日は待ちに待ったアプリの日当日なんですが、今日のダウンタイムは夕方17時から始まります。で毎回予想している何時に終わるかという話なんですが、シーズン2に入ってから毎回17時スタートで、早い時は18時45分に終わったりと、まあ大体19時頃には終わっていることが多いです。前回は19時15分くらいには終わっていました。ただ今回のアプデはスターウォーズコラボの超大型アップデということで、各モードに割と大きなアプデが来ています。そのためその分ダウンタイムが遅くなる可能性はありそうなので、今日は早ければ19時、遅ければ20時を過ぎる可能性はありそうです。まあダウンタイムの間、学生の皆さんは学校から出されたゴールデンウィークの課題をやるか、ゴリ神様にリバイアさんの再販が来るように祈っていてください。でそんなスターウォーズコラボなんですけど、どんなものが来るかについては昨日の動画でめちゃくちゃ詳しく解説したので、興味のある人は見てみてください。ただ大物コンテンツクリエイターのところに今回のコラボについてのメールが来ていて、そこにはどのアイテムが販売されるかということと、それがいくらなのかということが記載されていました。まずスターウォーズに登場する AT-AT というクソでかい4足歩行の戦車みたいなやつがエモートとして 500Bバックスで登場します。これは嬉しい人が多そうです。ちなみに結構前に、今はエピックから退社をしてしまったドノマスさんがツイッターにて AT-AT のレゴブロックの画像を投稿していたんですが、それが数年越しに伏線回収されたとも話題になっています。次はスターウォーズでも人気の高いキャラクターである C-3PO は中爆下のバックアクセをして解体された状態で登場するみたいなんですが、個別でも販売されるみたいです。つまり C-3PO はスキンとしては来ないんですが、今回のコラボティザー画像にはC-3PO のスキンがあったので、これはもしかしたらレゴモードの NPC としてのみスキンが登場するのかもしれません。あとそれ以外のアイテムの値段はあとそれ以外のアイテムの一覧や値段はこの画像の通りなので、興味のある人は一時停止をして見てみてください。で今回のスターウォーズコラボでは久しぶりにスイッチドロップでの報酬が用意されているみたいです。ちょっと前までは FNCS の配信がスイッチで行われていたんですが、最近はエピックの公式配信サイトでのみ視聴することができて、そこで報酬がもらえたので、スイッチの存在を最近は忘れていた人も多いと思います。ちなみに FNCS の準決勝が5月10日から始まって、そこで配信を視聴することでこのバックアクセがもらえると言われています。ただ僕はエピックの公式配信サイトで一応毎回見てるんですが、なんか報酬がもらえないことがあるので、やっぱりクレイマップのレジェンズランディングで見た方がいいのかもしれません。ただこっちはこっちで配信をやってない時もあるので、正直配信関係の報酬はガバガバになってると思います。日本の公式アカウントも全然アナウンスをしてくれません。クソだと思った人は高評価。次はさっき話したドノマス関係の話なんですが、彼はエピックを退社した後、ルッソ兄弟というマーベル映画の監督が作った会社に転職をしています。でそんなドノマスは今後フォートナイトの映画を作るなら、ぜひ自分が監督として協力したいと最近コメントしていたみたいです。ただドノマスがエピックに在籍している間に具体的なフォトナの映画化の計画はなく、今後もその方針が変わることは今のところ期待できないんじゃないかと言っていました。まあ最近のエピックってあんまりお金がなくて、従業員を大量解雇したりとか、集金装置である新モードを出したものの、それがレゴモード以外いまいちだったりと、ちょっと迷走しているというか慌ただしくなっています。しかも会社の方針としてワンタイムイベントを削減し、新モード開発にリソースを割いていたので、まあ今の状態でフォトナの映画を作るということは確かにしなさそうだとは思います。さらにフォトナのストーリーが深掘りされているマーベルとのコラボコミックも制作が中止になっているらしいので、なんか最近のエピックはストーリー方面に力を入れていく気は全然なさそうな感じです。バトルアのシーズンのストーリーもチャプター5に入ってからは、最初に一つピーリーの誘拐とかゼウスの怒りみたいな問題が発生し、それ
が最後の方にいきなり解決されるだけという風になっていて、相当あっさりしています。次はこれはもう覚えている人はいないかもしれないんですが、以前存在していて気づいたら消えていたクリエイティブロイヤルがこの度廃止になることが決定しました。でこれが何だったのかというと、クリエの中でバトルワの島をそのまま使うことができた機能です。例えば武器を爆破系だけにしたりとか、普通のクリエマップで使える一部の仕掛けをバトルワの島に持っていったり、まあ誰でも簡単に今のバトルワの島をカスタムできる機能となっていたわけです。ただこのクリエイティブロイヤルってめちゃくちゃ不人気で、まずクリエの収益化の対象外だったので、わざわざこれで面白いマップを作ろうとする人はいませんでした。そのわけでこれを使ってる人は風景のスクショを撮ったり、マップ変化を探したりとか、動画を撮ったりするクリエイターや YouTuber くらいしかいなかったんですよ。そのため廃止になるのは納得できます。ちなみに廃止に伴ってエピックの言い分としては、クリエイティブロイヤルの開発に注ぐリソースを今後は UEFN や別のクリエの開発に使いたいからということになっています。で僕はこの廃止は全然いいと思うんですけど、廃止するんだったら以前あったバトルラボとかプレイグラウンドみたいなマップを散歩できたり、マップ変化をゆっくり見れるモードをまた出してほしいと思いました。次はちょっと前から話題になっている呪術廻戦コラボの第2弾で登場するキャラがこう度リークされました。それが東京校の2年生組の善意巻とパンダ、そして乙骨ユタが確定で来るらしく、犬巻トゲだけ来るかどうかが不明となっています。まあ以前から新たな呪術廻戦の大会が来ると言われていたので、そこで新スキンが来ることもいろいろ予想されていましたよね。ちなみにその大会は5月11日に現状は予定されているらしいので、今日のアップデートでもしかしたら呪術廻戦の新スキンのデータも追加されるかもしれません。最後にこういった情報をいくつか話していくんですけど、今日のアップデートの後からセンティオという車がバトラーの方にも実装されます。これはスポーツカーという感じでめちゃくちゃかっこいいです。あとはゲーム内のニュースフィードのところに未登場のエモートであるアンビシャスというものが公開されていました。これがミスなのかどうかは不明なんですが、今日のアップデート以降に来そうです。ただアイコンエモートなので暗号化されているかもしれません。さらに今日のアップデートではヴィランキャラが登場するヒロアカコラボの第3弾のスキンも来るんじゃないかと言われています。これはショップ背景が用意されているので近いうちに来るのは確定です。ただ呪術廻戦の第2弾のコラボと同じタイミングで来るかはかなり怪しいと思います。それとご存知の通り、今日のアップデートではアバターコラボの武器が全部消えて神々のミスティック武器が返ってきます。でこれがスターウォーズコラボが始まると同時にまた消えるかは不明なんですが、特にイカロスの翼なんかはバグの温床になっていたので、遊べるうちに遊んでおいた方が良さそうです。最後に一昨日の夜にショップに存在するほぼ全てのアイテムを激安で購入できる裏技を紹介する動画を緊急で上げたんですが、実はあの方法って結構前からできたらしく、一部のプレイヤーはこっそりあのメソッドで毎回安く買っていたみたいです。そのため僕が動画にしたことであかん今すぐ消すと慌てている人が何人かいたんですが、多分僕が動画にしたことはそこまで影響しないと思います。もう海外のコミュニティでこのアイテムを激安で買う裏技はかなり広まっているので、そっちの方が影響力が高いと思います。ちなみにあの裏技の方法は厳密に言うとバグではなくて仕様なので、バンやアイテムを募集される可能性はゼロなんじゃないかと言われています。まあ僕もあれを使って結構買っちゃいました。ただ今後アイテムを購入した後、一回試合に行かなければ購入をキャンセルできる機能は廃止になったり、一日にできる回数に上限がつくかもしれません。まあそれしか対策の仕様がないからです。そんなわけでアイテムを激安で買いたい人はこの動画も見てみてください。